はい、ロミスト君はポッキーです。今回からですね、アウトラストという、フリーホラーじゃなくて、お金のかかるホラーゲームをやっていきたいと思います。はい、これはね、Steam の方で買いました。コンピューターゲームですね。はい、ではニューゲームやっていきましょう。これね、プレイステーション4でも出るらしいんですけど、まだ出てないんで、先に楽しみたい方は Steam でやろうっていう、そういう感じですね。アウトラストには暴力、ゴア、性的な表現、下品な言葉などの内容が含まれています。ごゆっくりとお楽しみください。なるほど。あなたは調査専門の記者マイルズ・アップシャーであり、世界中の地獄のような場所に密着取材して脚光を浴びるという野望を持っています。いつも他の誰も調査しない事柄を、危険を顧みず追い続けるあなたですが、今回はマウントシップ精神病院の黒い秘密を解き明かすことになります。できるだけ生き残り、すべてを記録してください。あなたは兵士ではありません。マウントマシップの恐怖を切り抜け、その事実を公表することが仕事です。選択肢は逃げるか隠れることしかなく、それ以外は死です。なるほど。逃げるか隠れろと。わかりました。やっていきましょう。お、あ、動かせる動かせる。これちなみに FPS なんでね、車からのスタートですね。はいはいはい。ちなみに字幕は読まないんで、皆さんで読んでください。はい、来ましたね。精神病院って書いてあったからな。やばいやばいやばい。これ病院かマジで。もう絶対にやばいやつじゃん。これちなみにすごい怖いホラーゲームなんで、皆さんそこんところはよろしくです。お、なに？お、音だった音だ。はいはい。俺を誰だか知るまい。だが急いでほしい。監視されてるかもしれない。2週間の間、俺はマシップで、マーコフ精神医療のシステムのソフトウェアコンサルトをしていた。だが、機密保持の契約などかな。すべてクソくらいだ。恐ろしいことが起こっている。理解できない。俺が見たことの半分をまだ信じられないほどだ。医者はドリームセラピーが深く効きすぎたと語るが、何かが起こったに違いない。多くの人が傷つき、その代わりマーコフが金を稼いでいる。世間に公表する必要がある。なるほどね。敵はマーコフかな、これを見る限り。そして何かが起こっていると。ほうほうほう。お、出ましたね。このビデオカメラ。このビデオカメラが今回の鍵を握るアイテムですね。はい。こうやってね、録画しつつ行くって感じです。はい。そしてこれ、こうやって暗視もついていまして、この暗視カメラによって暗いところも行けるぜっていう、そういう感じですね。はい。怖い怖い。なんだよこれ。お、ノートや拾ったドキュメントを含む様々な記録は報告記録に書き込まれる。へえ、こっちか。はい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 。目的、マウントシップ病院を調査する。なるほどね。ノートは何もない。ドキュメントは何もない。あ、あった、なんか。あ、これか。内部告発ね。なるほどなるほど。それを受けて調査しに行こうってわけですね。お、動かせるぞ。怖い怖い。なんで音鳴ったの。はいはいはい。こっちは出られない。この車に乗ってきたんですね。なるほどなるほど。なんか俺車より身長高くないか。気のせい。気のせいか。ちなみにカメラはどうやって。ああ、これか。これでカメラは出して、暗視は、あ、これね。これで暗視と。はい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 。じゃあ行きましょう。ちょっと待って。あ、これ操作難しい。お、パソコンがある。ああ、座れる。
しゃがめるな。パソコンがあるけど、デュアルモニターですね。何もないな。行こう。よーし。なんか引っかかった。引っかかったんだけど。なになに？よし、くぐっていこう。ここのど真ん前からはいけないかな、やっぱり。さすがに。ジャンプ。操作がいまいちわかんない。お、カメラ。扉を開ける場合は、バツを押す。ゆっくりと開ける場合は、バツをホールドし前進。ああ、なんかゆっくり開けよう、一回。ああ、ね。で、一気に開けるときは？ああ、はいはいはい。始まりましたね。アウトラスト。どこへ向かえばいいんでしょうか。もうなんか雰囲気怖いけど。だいたいこういうゲームはね、真正面から突っ込んでいったらね、無事なんですよね。走るときは LB をホールドする。あー、こうやって走るんですね。はいはいはい。怖いな。入れる、ここ。あれ？入れない。開かない。ということは、横から回っていけってことか。真正面を突っ切る作戦ダメだった？こっちか。どうかな？あ、鍵閉まってるの。こっちじゃないですね。じゃあ向こう側か。ここだったりして。何の音？雷？なぜ雷が鳴るのか。ホラーゲームにはお決まりの。こっちか。あー、ここだ。立つ、もしくはしゃがむときは B を押す。はいはい。うわぁ、もう。ちょっと待って、おかしくないってか。突っ込んでいいですか？これはおかしいやろ、これ。いかにも入ってくださいみたいな、これもう完全に罠じゃないですか。前入っていこう。ここか？開かない。なんか開くより開かない方が怖いな。なにこれ？登るときは A、降りるときは B。ほうほうほう。つかめるんですね。ハンディカムを起動しているとき、上と下を押してズームアウトする。あー、なるほどね。あ、録画した方がいいんかなってか。俺全然忘れてたわ。そうだ、録画した方がいいね、絶対。なるべく録画していこう。で、階段というか、はしごがあったんで、来ましたね。だって邪魔だな。段差を飛び越えるときは、前進しながら A を押す。あ、これ、チュートリアル的な感じか。どこだこれ。あ、ジャンプ。ほう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 。なるほどね。まだチュートリアルっぽいなぁ。まあ、ここら辺では多分怖いのは出てこないんで、サクサク行きましょう。なに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 。うわぁ、始まったぁ。ナイトビジョンをバッテリーを消耗するためうまく管理しよう。はいはいはい。待って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 。ここか？ああ、待って待って待って。落ち着け俺。大丈夫だ。まだ何も出てきてないじゃないか。いないよね、何も。オッケーオッケー。何にもねえじゃん、てか。なんだこれ。うおー。テレビがついたくらいでね、ビビると思った大間違いですよ。よし。こんにちは。これどこ行くんだろう。こっちか。狭い隙間取るで、隙間に向かって移動する。はいはいはい。ちょっとなんか血あるんですけど。A の214。おお、なんかある。また、これ内部告発のあれか？はいはいはい。ほうほうほう。そんな感じです。はい。ま、なんか、カルテっぽいですね。医療カルテっぽいですね。はいはいはい。
なるほどね。何今の音は。何もシューンって音。絶対やばいって。待て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 。おぉ。もう絶対左の方行きたくない。ここ行けってこと？嘘？ちょっと待って。じゃあ俺左行くわ。ここよりはまだこの怪しい方、こっちはどうなの？開かない。こっちは？もしかして？開かない？もう絶対誰かいるじゃん。まあいいや、上がろう。なんか止まってても意味ないんで。あれ？上がれない。てい！よーし。おいおいおい、待て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 。待ってくれないか。やだよ、俺こんなとこ進むの絶対。あれがいいだ。もう誰かいたぞ。誰だ誰だ。主人公めっちゃなんか息が荒くなってるんだけど大丈夫？こっちは？いけないいけない。なんか今いなかった？気のせいか。こっちか。うおびっくりした。マジでびっくりしたんだけど。なになに？おお、なになに？なにこれなにこれなにこれ。マジで声上げた。やばい、近所迷惑になるって。はい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 。なにこれ。なんでぶら下がってるん、死体が。生きてる？奴らに殺された？化け物？戦うのは無理だ。隠れるんだ。まだよね。わかった。隠れる。セキュリティ制御室からメインドアを解除できる。あ、こいついいこと言ってくれてるな、なかなか。いや、君めっちゃ助けたい。けど、まあいいか。怖い怖い怖い。え、終わり？あ、ここか。今なんかいなかった？え、なんかいなかった今。え？え、気のせいかな。え、なんかいなかった？いたよね。待って、編集の時に見よう。絶対いたって。こっちか。待って、充電がやばい。こっち？あ、トイレ。トイレだ。あ！あ、バッテリーゲット。やった。バッテリーは、赤外線機能を使うと消耗する。Y を使うと。ああ。あ、OK、OK。そういうことね。なの、Y で変えれるんですね。で、バッテリー拾わないとダメってことか。じゃ、なるべく、使わないときは切って、明るいところは切っていこうか。なんかいたよね、絶対。てか、マジでびっくりしたんだけど、本気で声上げてしまったわ。いやいやいや。ないの。なんか静かなのが怖いんだけど。え、誰か死んでない？ほんと怖いな。え？なになに？なに？誰？誰？マジで。死ぬ。死ぬって俺。起き上がれ。おたれ。いや、お前こそ何者なんだ。I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling.
はい？お、聞かれた。マジで？新たな目的、精神病院から脱出する。なるほど。俺どっから落ちたっけ今。あ、ここか。え、よく生きてたな俺。すげえ。主人公強え。待って待って、誰今の。どこ行ったらいいんだろう。マジか。マジかよ。もう全員死んでるよ、ほんとに。うわー。はい。ということで、パート1はこれくらいで終わりにして、ここかな次回。違うのかな。パート2で、次回お会いしましょう。とても怖いゲームです。頑張りたいと思います。はい。ポッキーでした。バイバイ。